日向葵の葵夜空。こんばんは、ラジオパーソナリティの日向葵です。この番組は音声配信アプリラジオトークでお送りしております。本日は第8夜目です。今回で青い夜空が今月で3回目になるんですけれども、なんとですね、今日もこのラジオの前にお仕事の打ち合わせをしてきました。あれ、デジャブなんか先週も聞いたようなね。今月偶然にも毎週金曜日に新しいお仕事の打ち合わせが入ってました。なんか金曜日にご縁を感じますね。なんか4月だからなのでしょうか、まだ詳細はお伝えできないんですけれども、このラジオをきっかけで新しいお仕事のお話をいただいたというか、つながっているんですよ。いやー、嬉しいですね。本当にこの番組ね、一緒に盛り上げていただいてるリスナーの皆さんのおかげでもあります。本当にありがとうございます。早くね、内容をみんなにお伝えしたいんですけれども、情報解禁まで今しばらくお待ちください。新しいチャレンジ第3弾です。わー、早く言いたいな、うずうずしております。それでは本日の日向葵の葵夜空スタートします。この番組は株式会社ひなっこクラブの提供でお送りいたします。日向葵の葵夜空。はい、明日20日土曜日はいつもと違ったシチュエーションをしたいなと思いまして、都内から少し離れた、なんと栃木県の足利で撮影会をしてきます。足利といえばね、有名な場所がありますよね。春の足利といえば、お花をたくさん見れる足利といえばあそこですよね。あと私の好きなアニメの鬼滅の刃の聖地でもある場所なんですけれども、皆さんは足利に行ったことありますか？私はね、写真では見たことあるんですけれども、実際に行ったことがなくて、でももともとその場所は知ってたんですけれども、後からそこって足利にあるんだって後から気づきました。とっても楽しみにしています。すごく春をね、感じられる撮影会になるんじゃないかなと、とってもねワクワクしております。参加される皆さん、よろしくお願いいたします。はい、では次のコーナーは、皆様よりいただいたお便り募集企画、青い夜空大喜利です。わー、みんなが大好きな大喜利企画ですね。主に私が楽しみな企画ですね。わーい今回もとっても面白いお便りをたくさんいただきました。本当に皆さんありがとうございます。お楽しみに。
葵の青い夜空。続いてはお便り募集企画、青い夜空大喜利。テーマはこんな日向葵は嫌だ、どんな日向葵です。たくさんのご応募ありがとうございました。みんなね、確かにね、私募集するときに日向葵でね、もう遊んじゃってくださいって言ったんですけれども、まあ存分にいじられておりますね皆さんがニヤニヤしながら考えたんだろうなっていうのが手に取るように分かりました。まあ、私もねお題を出しながら自分でも考えたりするんですけれども、みんなの発想力が二回りぐらい上を行ってて、いやもうすごいです本当にはい、今回もたくさんご応募いただいた中から優秀賞2作品、最優秀賞1作品の合計3作品ご紹介させていただきます。わあドキドキ。さて今回はどなたの作品が入賞されるんでしょうか。入賞作品の紹介に入る前に一つちょっといただいたものから紹介したいものがあるので発表させていただきますね。今回のお題、こんな日向葵は嫌だ、どんな日向葵ですが、ないきり顔文字きり、どんな日向葵も大好きだよ以上という、もう純愛な作品というかメッセージをいただきましたね。もう全然大喜利とかにはなってないんですけれども、こういう投稿もすごく嬉しいです。ありがとう。ということで話を戻しまして、優秀賞の1作品目の紹介をしていきたいと思います。それでは1作品目、こんな日向葵は嫌だ、どんな日向葵？日向より日陰が好き、みるちゃんよりいただきました。続いて優秀賞の2作品目です。こんな日向葵は嫌だ、どんな日向葵？実は元暴走族総長、黒船さんよりいただきましたいやもう日向より日陰が好きっていうのはね、なんか可愛らしい、まだなんていうんだろう、こんな日向葵は嫌だっていうテーマに対してすごい可愛らしいね、作品をいただきました。まあ、名前が日向葵っていうのもあるから、まあ、日向より日陰が好きっていう風に言ってくれたと思うんですけれども、いやなんか本当に投稿者さんの可愛らしさがにじみ出ていますねそれに対して2つ目の作品、実は元暴走族総長、まあこれとてもパンチが効いた作品をいただきましたね。正反対というかいや確かに想像つかないでしょうね。いやなんか本当よく出てきたな、暴走族総長なんて。うん、実はね私元ヤンなんですって言ってみたいですもんね、本当に私は学校のクラスの中でドヤンもだいぶほど遠いおとなしめの
だとどこにも属さない、あのフラフラしてる感じのねポジションだったのでね、言ってみたさはありますね。実は元暴走族総長なんだみたいな。はい、ということで輝く最優秀賞を発表したいと思います。どんな日向を描くるんだろう楽しみですね。それでは最優秀賞はこちら、こんな日向葵は嫌だ。どんな日向葵？いつも1時間おきにビットコインの値動きをチェックしている、トラさんよりいただきました嫌だな、なんか現実味がある。いやなんか別にいいんですよ。1時間おきにビットコインの値動きチェックしてるのは全然いいことなんですけど、なんかあのその微妙なラインを来てるのがね、もう私めちゃめちゃ刺さりましたこれめっちゃ笑いましたこれ。あー確かにみたいななんか別にこのビットコインチェックしてるっていうこと自体は別に嫌なことじゃないじゃないですかでもなんか私がやってるっていうのを想像した時に、あのどうしてもね、あの笑ってしまうっていうなんて言うんだろう、まあチェックしてなさそうな私だからこその最優秀賞だったんじゃないでしょうか。はい、ということでもう素敵な面白い作品ありがとうございました。今回あの取り上げはしなかったんですけれども、あの結構恋に関する作品が多くて、なんかこんな恋になったら嫌だとか、あのこんなダミ恋嫌だとか、そういう投稿が多かったです。ということは、皆さん私の声を気に入っていただけてるということでよかったでしょうか。あ、すごいすごい拍手が聞こえる。あ、ありがとうございます。ありがとうありがとうありがとう。はいでもね、本当にこの番組を一緒に盛り上げてくださって本当にありがとうございます。これからも投稿お待ちしております。日向葵の青い夜空。続いては月一コーナーです。今回はこちら、 ASMR 視聴会。こちらのコーナーの説明をさせていただきます。日向葵 YouTube チャンネルの人気のコンテンツ ASMR の新作をダイジェストでお届けし、みんなで視聴するコーナーです。みんなで私と一緒に耳を研ぎ澄ませてリラックスしてもらえればと思います。あの前回やった時にね、 ASMR 視聴会はホラーだったっていう声もいただいたんですけれども、あの、まあ、それも含めて楽しんでいただけたらと思います。それでは早速聞いてください。どうぞ。
はい、いかがでしたか？今回もホラーって言われているんでしょうか？ ASMR はバイノーラル録音が特徴の一つでもありますので、右から聞こえたり左から聞こえたり、まあ、それがねちょっとこうゾワゾワってする感覚になると思うんですけれども、どうでしたでしょうか？今回の新作 ASMR は、 ASMR って結構聞き手側もね得意不得意もありますし、音についても賛否両論あると思うんですけれども、これからも月1でみんなで一緒に視聴会をできたらなと思っております。またこういうのやってほしいとか、こういう音を聞いてみたいなとか、そういうのがありましたらご意見ボックスまでお待ちしております。以上、 ASMR 視聴会でした。日向葵の青い夜空。あっという間にお別れのお時間ですね。楽しい時間はどうして時間が経つのが早いんでしょうか。さて、今週の
お便り募集企画はこちら、みんなできるかな頭文字作文です。お題は基本の木あいうえお作文をお願いいたします。あいうえおを使った頭文字作文をお待ちしております。内容は何でもいいです。中身は皆さんの好きなので大丈夫です。まあ私に関するものが作りやすいのかな、まあでもいいし、あのみんなの生活の一部でもいいですし、本当にもうゼロから新しく物語を作るのもいいですし、あの最初のね頭文字があいうえおになってれば何でも OK です。番組宛てラジオトーク、日向葵の葵夜空の質問を送るに送ってください。期間などは番組公式 SNS をチェックしてください。また番組ではお便りを募集しております。ご意見ご感想などお待ちしております。またこちらを聞いていただいて気になった方はぜひアーカイブ配信もチェックしてみてください。番組公式 SNS @ラジオ_葵夜空のフォローもお願いいたします。はい、本格的にね春がやってきて、この前のあの撮影会でもタンポポとかテントウムシを見れて、あー春だーって個人的にはとても嬉しいんですけれども、結構この時期ね気候の変動が激しくて体調を崩しやすい時期でもありますので、体調に気をつけつつ春をね思う存分楽しみましょう。私にもあの言い聞かせつつ体調ね本当崩しやすいので私も気をつけます。はい、この番組は株式会社ひなっこクラブの提供でお送りいたしました。それではまた来週、おやすみなさーい。ひなた葵の葵夜空。